ドは今度は今度は1対0です。試合後に行われるエアリービーズ大抽選会まずはお一人ずつお話を聞いてまいりましょう。素晴らしいストレート勝ちになりました。今のお気持ちをお聞かせください。本当に勝てて嬉しいです。はい、はい、佐藤選手いかがでしょう。すごい長いラリーも何本もあったんですけど、粘って粘って最後勝つことができてよかったと思います。ありがとうございます。非常に雰囲気のいい中勝利をすることができたかと思います。試合前はどんなお話をして試合に臨まれたんでしょうか。自分たちがうまくいかない状況でも状況があったとしてもとにかくチームのためにということを話し合ってやってきた結果がこうして出てとても嬉しいです。ありがとうございます。佐藤選手いかがでしょう。相手の対策もしたんですけどまずは自分たちのやるべきことは相手がどこであっても変わらないのでそれがしっかりできてよかったなと思います。ありがとうございます。さて今日も応援してくださる方たくさんこちらに見えています。最後にファンの皆さんにメッセージを一言ずつお願いします。こうして戦えているのも本当にファンの皆さんのおかげだと思っています。まだまだ長いシーズン続くので、もっともっと熱い応援をしていただいて私たちも熱い試合ができるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。それでは佐藤選手お願いします。今日は寒い中会場までお越しいただきありがとうございました。リーグは年内2戦まだあるので団結して今以上にいい試合ができるように頑張りますので引き続き応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。山岸選手、佐藤選手にお話を伺いました。お二人にはですね、この後特産品の贈呈がございますので、そのまま